こんにちは、Lです。今回はですね、久しぶりに、お客様の紹介しようかなと思います。ちょうど1年前ぐらいに、初めましてだったかな。ちょっとパッと見た感じ、2023年の6月10日に初めての動画を上げてるので、もしかしたらもっと前から、ちょっとわかんないですけども、あ、もっと前か。そうね。はい。まあまあ、ちょうど1年前ぐらい、まあ1年ちょい過ぎかな。はい。そんぐらいから、初めましてってお会いして、まあレッスン5回目かな ?4、5回目ぐらいと思うんですけども、まあ定期的に見てるお客様がいて、まあその方の、まあご紹介をしようかなと思います。で、なんで紹介しようかなと思ったかっていうと、まあまずね、もうまあそれこそ、4回から5回、まあ、1年間ぐらい、こう、通っていただいて、まあ、その中で、最初こうだったけど、こうなったよね、みたいな、まあ、そういうのがね、ものすごい、まあ、感じるお客様の一人なので、まあ、皆様に紹介したいかなと思いました。っていうのもですね、初めてお会いした時は、グリップが、フォアハンドのグリップが、コンチネンタルグリップで、当てるだけだったんですね。当てるだけというか、あ、ちょうどラケットが、この小さいラケットで説明すると、コンチネンタルグリップで持ってて、ラケットが2度引きして、こう打つような感じだったので、どうなったかっていうと、ボールがものすごいこう、ぶっ飛んだり、逆に、ぶっ飛んじゃうから、飛ばないように、合わせようだかなってだけになって、ゴロになったり、ゴロというか、なんていうかな、ネット下段というか、ネット下段になったり、ぶっ飛んだりみたいな、そういう感じだったんですよ。で、フォアハンド、もともと、確かグリップがものすごく、もともと厚くて、そこから薄くなっていって、薄くなったんだけど、それでラケットヘッドが暴れて、全然安定しないっていう感じだったところから、じゃあグリップちょっとイースタングリップにしましょうかってことで、握りを少し厚くして、まあその中でね、去年は後ろ向きの面から、やる、まあフォアハンドをお伝えしてたので、まあ後ろ向きの面からやるフォアハンドで、まあそれでもまあまあ普通にうまくいってたんですけども、まあ今ね、2024年版フォアハンドということで、さらに、まあブラッシュアップされたというか、前出てたような、良くないミスがいろいろあったんですけども、まあそういうのが、まあ2024年版、その、後ろにはっきり向けるわけではなく、前は、海内、背屈、頭屈で、しっかりこう後ろに向けてた感じだったのが、背屈しなくていいので、海内もそんなに強くしなくていいので、打球面が下向くぐらい、まあうっすら後ろ向きは向いていいんだけど、もう軽い感じでいいですよってことで、まあお伝えして、肩の動きだったりをお伝えしてから、まあかなりね、レベルアップしたかなと思います。って言っても、まだ、細かいところをお伝えしてるんですけども、まあこの映像では、その細かいところは、を言う前の映像を、皆様にシェアします。まあその細かいところを意識すぎて、ちょっとぎこちない感じにもなったのもあったので、まあそれをちょっと言う前の、まあ今の状態っていうのを、まあ皆様に紹介しようかなと思ったのと、まあバックハンドスライスですね。2024年はバックハンドスライスみたいに言ってますけども、まあ、別に2024年だろうか、2023だろうが、別にスライスの打ち方がね、この最新版になったというよりは、ちょっと教え方を変えたというか、もっと、いい打ち方があるよねってことで、まあ僕なりに改良を重ねながら、お伝えしたスライスを、まあこの鹿児島のお客様っていうのは、まあ割とできてる率上がってきたよねってことで、まあ皆様に紹介しようかなと思いました。で、やっぱね、一番思うのは、ほんとね、初めて会った時ですね、全然こう、ボールが暴れて、ものすごい不安だったんですよね。見た感じ、わ、大丈夫かな、ちょっと心配だなっていう感じだったところから、もう今ね、ラリーしてて、あ、失敗するかなとか、そういう、感じは全くなく。まあ、もちろんそう失敗することはありますよ。したとしても、それは、あ、今のはこういうミスが、この動きのミスがあったことによって失敗しちゃったよねとか、動きのミスはなかったんだけど、思った感覚の調整ができてなかったよねとか、まあ、そういうことも説明できるようになってる状態。前はね、もう説明できるんだけど、その説明するところが多すぎて、二度引きが原因なのか、足のせいなのか、体の開きが悪いのかとか、ミスの原因があまりにも多すぎて、どっから潰そうかっていう感じだったのが、もう今のははっきりもここがもうはっきり原因。これがはっきり、なんすね。何が良くて、何が悪かったのかっていうのを、まあ、はっきり説明できる状態であるので、
ものすごい良くなったよねってことで、やっぱね、もともとうまくいってた方がさらにうまくなるっていうのは、まあ、普通というか、まあ、別に何もないんですけど、何もないというか、まあ、もちろんそれは皆様の努力してる方がさらに良くなったっていうのはいいんですけども、それよりもこの鹿児島のお客様は元がものすごい悪かったんですよね。そのイップス、まさにフォアハンドイップス、僕が見てるお客様、特に定期的に見てるお客様でフォアハンドイップスになってしまって、それを直したいっていうお客様は結構多いです。イップスっていうのは知らない方いると思うんですけども、今までなんちゃなく普通に打ってたのに急に打てなくなった、なんかね、調子が悪いことはありますよね。その元々打ってたけど、あ、今日調子悪いなとかじゃなくて、調子がいい悪いとかそういう問題じゃないみたいな、ボールがもう全然入んなくなった、今までそんな普通だったのにっていう方がおかしくなっちゃって、何が原因か全然わかんない、で、その何が原因か全然わかんないってなった時に、打ち方を変えることによって、あ、今のは、あ、このミスはこれのせいでなったんだな、怖いのって何が原因でミスったのか全然わかんないのが怖いですよね。僕もその過去にね、イップスになって、もともとね、関西のベスト4になって、まあ、全国のそのトップに行ったんだけど、それでも、ぐちゃぐちゃになっちゃって、そのぐちゃぐちゃになっちゃった時に、調子が悪くて、調子が悪いというか、うまくいかないから怖いっていうのももちろんありますけども、逆にですね、調子が良くてもめちゃくちゃ怖くなったんですよね。なんでかというと、理由がわかんないからですね。調子が、そのイップスでバグってる時の感覚と、調子がいい時の感覚の違いが全く分からなくて、映像を見ても何が違うか分からない。いつも通りやってたら急にバグるみたいな。で、良くなる時も急に良くなる。その、なんかよく分からんけどうまくいく、なんかよく分からんけどうまくいかんみたいな、そういう感じになってしまうのが一番嫌なんです。それよりも、打ち方を変えたことによって、打ち方を理解することによって、動きの仕組みを知ったことによって、あ、今のはこれのおかげで入ってる、これができてないから入ってないっていう違いがはっきりすることによって、まあ、ものすごい安心感が高いですよね。それが、まあ、僕の、なんですね、まあ、指導の、まあ、醍醐味というか。まあ、皆さんもね、テニス、そこら辺のテニスコートやってる方で、うまくいってる方もいると思うんですよね。別にものすごいこう、なんか、よくわかんないというか、まあ、ぐちゃぐちゃの打ち方だとしても、よく入ってる方もいると思うんですけども、そういう方も、あ、なんか今日調子いいな、調子悪いなっていう時に、なんか今日はね、あ、力入りすぎてるなとか、狙いすぎるなとか、力入、なんていうか、打点近すぎるなとか、そういう、なんていうの、よくわかんないところじゃなくて、はっきり何がどうなってよいいのか、何がどうなって悪いのかっていうのを理解できるようになると、もっとテニスは楽しくなるんじゃないかなと思います。とにかくね、なんとなくテニスしてる方ってものすごい多いので、すべての理由がわかる状態。なぜいいのか、なぜ悪いのかっていうのを理解をした上で、なぜ今その調子なのかっていうのが、説明できる状態っていうのは、ものすごいテニスを楽しむ上で、すごい大事かなと思います。僕も今でも、もちろんテニスの調子、良し悪しあります。ものすごいいい時もあれば、ものすごい悪い時もあります。あるんだけど、その差が小さいんですよね。前そのイップスになった時は、ものすごいいい時と悪い時の差がありすぎて、もうこの差何みたいな。今は調子が良かろうと悪かろうと、まあ、調子は悪いけど、まあ悪くはないね。調子いいけど、まあ普通だよね、みたいな。この一定な感じ。そういう感じなので、ぜひね、そういう、テニスに対して、不安を持ってる方って多いと思うので、そういう不安を拭えたらと思います。はい。まあ、他にもお客様が、ね、こういうふうに頑張ってる方を見て、自分のモチベーションにしていただけたらと思って、今回は動画を、皆さんにシェアしました。参考になれば幸いです。そんな感じで、今回の動画は終わります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せてるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、
一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。